白モスクはナザレ最古のモスクである。ナザレの古い市場の中心にあるモスク地区にある。その優美なペン型のミナレット、クリーム色の壁、緑色の飾り枠とドームはナザレの街中に共通するオスマン様式の建築の良い一例である。モスクの建設はエジプトの統治者スレーマンパ社により資金を供出され18世紀の後半に始まり、 ナザレの大官シェイフ・アブドゥッター・アルファ・フームにより監督された。モスクは1804年から1808年の間に完成し、シェイフ・アブドゥッターは幕府の形で信託権を与えられ、1815年の彼の死まで差配を振るった。シェイフ・アブドゥッターの墓はモスクの中庭にある。シェイフ・アブドゥッター・アルファ・フームの死後、モスクに関する事柄の采配は、 シェーフ・アミーン・アルファルフームに移った。現在、モスクは、アルファルフーム家の枠府であり続けており、またそれは、カサノバ通りのパシャのハーンを含んでいる。シェーフ・アブドゥッダーの子孫の一人である、アティフ・アルファルフームにより管理されている。スレーマン・パシャの前任者である、オスマン帝国の知事ジャッザール・パシャの治世の終わりを記念すべく、シェーフ・アブドゥッダーは、モスクに名をつけた。アブドゥッダーは、 諸宗教の間において、清純さ、光、平和が享受される新しい時代を象徴するものとして、白を選んだ。通常の日は、100から200名が正午と午後の礼拝に参加する。他方金曜日の集団礼拝には、2000から3000名が参加する。モスクは、ナザレのムスリムコミュニティに次のように奉仕している。年男性に宗教クラスを提供し、 9歳以上の少年少女400名のスカウト活動をスポンサーしている。モスクはまた、ナザレの歴史の文章を展示する博物館をうちに持っている。ありがとうございます。